緑島人権記念碑。緑島人権記念碑。10メートル余りの石の壁が、白色テロ当時の犠牲者の名で埋められている。竜中山荘の入り口。竜中山荘。隣接する、法務部矯正所緑東監獄の正面。白色恐怖緑島記念園区は、台湾の台東県緑東京にある、法務部矯正所緑東監獄の隣接地にあり、中華民国文化部に帰属する国家人権博物館。園区の敷地は、もともと多くの政治犯が拘禁されていた施設の跡地である。園区内には、景観保護区、地質保護区、公園用地、機関用地などがある。日本語では中国語に準じた漢字表記で言及されるほか、白色テロ緑島記念園区、緑島白色テロ記念パークなどとして言及されることがある。1951年、台湾警備総司令部は、緑島郷に新生訓導所を設け、政治上問題がある犯罪者とされた人々を収監し、思想改造をする場とした。1970年2月8日の泰源事件の後、当局は、緑島の新生訓導所の跡地の西側に、国防部緑島艦訓監獄を建設して、竜中山荘と称し、1972年にはた。泰源監獄や各地の軍事監獄にいた政治犯たちを緑島に集めて監禁した。1997年、当時立法委員であった施明徳ら16人は行政院に提案を行い、竜中山荘を史跡館ないし記念館に改めることを求めた。1999年3月29日、行政院は、竜中山荘を史跡館ないし記念館にする計画を決定した。2000年11月、緑島の竜中山荘は、法務部から交通部観光局に移管され、2001年2月23日には、行政院が新たな名称を、緑島人権記念園区と定め、範囲を竜中山荘から広げて、小高市営区、国防部医務所、行政院海岸巡防署の岸壁周辺、案件兵力の中央庁舎、人権記念碑、交換漁港と周辺の海岸地区に及ばせた。区内に配置された収監者たちを表す、蝋人形の姿は、当時の政治犯であった、応用喧嘩の描いた人体の素描によって、制作されたものである。2002年12月10日、世界人権デーに、緑島人権記念園区は正式に開園した。2006年1月1日、緑島人権記念園区は交通部観光局の東部海岸国家風景区管理所から行政院文化建設委員会へ移管された。2007年にはさらに名称が変更されて、緑島文化園区となった。2009年6月、警備記念園区とともにさらに改名されて、緑島人権文化園区とされた。2014年1月27日、文化資保存法に基づく広告登録がなされ、文化景観類文化資とされた。2018年5月17日、国家人権博物館によって、白色恐怖緑島記念園区の名称を掲げる式典が挙行された。1950年代の台湾では、1000名以上の政治犯たちが緑島の新生訓導所に送られた。当時は中隊と称された数十人からなる組織を単位として男性囚人たちが12の集団に分かれて収監されており、その中の一部の人々は監視下で脅迫的な政治教育を受け、またある人々は屋外に出されて監視の下で労働改造に従事させられ、大多数は狭い粗末な木造の建物の中で居住していた。新生訓導所の関係当局は、その男性囚人たちを使い、近くの海岸から石を運ばせて、自分たちの単位の所在地に持ち帰らせ、建物の塀や簡易家屋の資材としたので、収監者たち自身が冗談で、自分で自分を閉じ込める監獄と称していた。その後、当局は、囚人たちを農業や、食品加工に従事させ、それによって自給自足の目標を達成させた。当時の新生訓導所に収監されていたほとんどの人々の間では、他人の罪状について尋ねたりしないことが暗黙の了解となっていた。新政君堂所の囚人が死亡し、亡骸を家族などが引き取らなかった場合、多くは新政君堂所と遠視湖の間の海に面した山裾に葬られ、埋葬ないし死亡した者は第13中隊と総称され、その埋葬された場所は生存者たちによって13中隊公墓と称された。もともと龍馬港の近くにあった周文彬記念碑と孫連根記念碑は2011年に当地へ移された。ありがとうございます。